はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便代表社員の椎名翔です。今回もですね、弊社のお試しをこの体験で来ていただいている、塚本さんのインタビューをお送りいたします。塚本さん、よろしくお願いいたします。しお願いします。はい、ではですね、前回、不安なことと心配することを伺いましたけども、はいはい、その不安や心配していることは今日解決できましたかというような質問になります。はい、お願いいたします。とりあえず仕事をですね、はい、仕事を優先的に考えて、仕事をしていこうと、で、社長にですね、いろいろ相談を乗ってもらいながら、仕事を優先にやって、住まいとか、いろいろなものをいろんな不安に対しては解消していただこうということで、考えいただくということなんで、非常に安心しております。なるほどですね、はい、ありがとうございます。そうですね、とにかく、不安なこと心配したことを解決して、もうお仕事にもっとし安心していただくというのが一番いいかと思います。はい、はい、ということで、塚本さんのインタビューはまだまだ続きますが、また次回ということでよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。